とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。今回のアップデートで、カバンビルドが修正されて、めちゃくちゃ使いにくくなりましたと。そんなコメントが、たくさん来ました。これ、たくさん来たんだよね、同じコメントが。で、実際、俺、カバンビルドってあんまり使ってなくって、どんな感じになったか、ちょっと実際やってみたいと思います。では、まず、カバンビルドが使いにくくなった理由、その1が、これだよね。間違いなくこれは、かなり重要だった。複製の書。これ、ソウルが必要になったんだよね。なので、今までみたいに、無限増殖ができなくなったので、カバンビルドをガシガシと使っていくことができなくなったんだよな。やっぱあのね、複製の書っていうのはすごく重要だった。あれがあるから、機械仕掛けのショート棒とか、あれでね、もうものすごい連打ができてたんだよ。それができなくなった。まあ、確かにね、する人が多かったもんね。それでちょっとぬるゲーになってたっていうのも、事実あるので、まあ、修正は、いた仕方なかったのかな。で、カバンが、なるほどね。コメントでもあった通り、あのね、効果範囲が、すごく狭くなった。今まではね、結構画面端ぐらいまで、効果範囲があったんだけども、半分ぐらいになってんのかな、効果範囲が。これはちょっと今まで通りに使ってるとやりにくいよね。まあ、今までは結構遠くから敵を殲滅していけてたけども、今回のアップデートでちょっと近づかないとダメだね。なので敵のど真ん中に行くことも多くなるだろうから、防具の防御力とかそういうのも結構重要になってくる感じだね。この範囲が狭くなったのは確かに、俺でもわかるわ。あんまり使ってなかった人でもわかる。範囲がね、めちゃくちゃ狭くなってる。届かないの？こっち。嘘。え？ああ。これ、本当に範囲が昔の半分ぐらいになってますね。これはなかなかだね。かなり弱体化はされてるんじゃないですか。で、攻撃力は？あ、攻撃力自体は変わってないね。威力は変わってないんだけども、そうか。こういう大連とかが来た時が、昔はね、結構遠くからやってればよかったけども、遠くからじゃダメになって、難しくなってる。でもまあまあ、でもまだまだ使えると思うし、大丈夫じゃないですかね。で、複製の書も、一応、できるし、何回ぐらい使えるんだろうね。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回か。なるほど。7回複製ができるので、まあ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 、いいんじゃないですか。でも、まあマルチになると、ちょっとね、この矢の奪い合いっていうのが出てきそうなので、そこはちょっとね、譲り合いとかで、なんとかやっていければいいんじゃないですかね。やっぱ無駄に矢を持たないように、自分の、まあ、これだけあれば十分っていうことで、周りに譲り合っていければ、まあまあマルチも大丈夫かな。まあ、無駄にね、持つ人結構多かったと思うんだけども、もう無駄に持たずに、まあこれだけあれば十分っていうのを自分で決めて、あとは周りに譲っていくっていうのが、これから重要になってくるかもしれません。
あとはあれだね、もう連射器を使って無駄打ちをしないっていうのが結構重要かもしれない。無駄打ちせずにもう連射器じゃなくて手動でこんな感じでポン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 やっていくっていうのが大事かな。今までみたいにこんな連射器使ってガーってやってるともう矢がすごく減るもんね。なるほど。まあある程度1000本ぐらいになると連射器でいいかもしれないけども、それまでは手動でやっていった方が良さそうです。で矢をたくさん持てるショート棒系、これが今回からは重要になってきそう。あとエンチャントでの無限かな、無限があるとちょっとは楽になると思うので、まあちょっと厳選が必要になってくるかもしれませんけども、まあカバンも今まで通りにはいかないけども、まだまだ使っていける装備だと思います。今回の修正を受けて、やはり近接っていうのが重要になってくるよね。このカバンビルドをするにあたっても近接装備を持っておくと結構安定すると思う。ということはソウルダンサーよりも輝くローブの方がいいのか、まあこっちの方が防御面では上だけども攻撃をするにあたっては輝くローブの方が上なんでね、あっちの方が良くなるかな。でそれプラスで悩むところだよね。近接武器を何にするのか。近接を入れるのであればカバン2つじゃなくて1つはキノコになるんで、まあそこの切り替えなんかもちょっと考えていかないといけませんね。ちょっと考えることが多そうです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。